生のプレゼント私がもらっていいんですか？なんだろう、ドキドキしちゃいます。あ、これとってもいいお茶っ葉ですよね。ありがとうございます。お茶菓子作ってきますね。ホワイトデーのお返しですか？わざわざ用意していただかなくても。でもありがとうございます。レトロでとても可愛らしいトイカメラですね。これでシアターのいろいろな写真を撮ってみようかと。ホワイトデーのお返しですか？わざわざ用意していただかなくても。でもありがとうございます。ピンホールカメラでしょうか？確かカメラの起源だとか、プロデューサーが作ったんですか？ホワイトデーのお返し？無理しなくてもいいよ。ミキはハニーがいればそれだけで幸せなの。これでお手紙書いたらすぐ会いたくなっちゃうかも。そしたら直接ハニーに渡しに行くね。ホワイトデーのお返し？無理しなくてもいいよ。ミキはハニーがいればそれだけで幸せなの。わあ、とっても可愛い香水だね。ハニーってこの香りが好きなの？じゃあいつもつけてくるね。ホワイトデーのプレゼント、本当に私がもらっちゃっていいんでしょうか？美味しそうですけど、すごく硬そうなアイスですね。あ、でも大丈夫だと思います。貼るのは得意なので。私に渡したいものがあるって何ですか？もしかして勉強しろってことですか？
次のお仕事のとね。頑張ります。プロデューサー、お待たせしました。私に渡したいものがあるって何ですか？スキー用の手袋ですか？指が動かせるから寒い日のお掃除にもぴったりですね。ありがとうございます。ホワイトデーのプレゼントですか？なんだろう、ちょっとドキドキしてきました。綺麗だな。ありがとうございます、プロデューサー。大事に飾っておきますね。ホワイトデーのプレゼントですか？なんだろう、ちょっとドキドキしてきました。サボテン？でも確か花は綺麗なんですよね。なら僕がお世話して咲かせてみせません。ホワイトデーのプレゼント？なかなか殊勝な心がけじゃない。受け取ってあげるわ。あら、ダサかったら怒ってやろうと思ってたけど、今回は認めるしかないわね。ありがとう。ホワイトデーのプレゼント？なかなか殊勝な心がけじゃない。受け取ってあげるわ。ちょっとこれ、私がつけるには子供っぽすぎない？あ、だけどウサちゃんにはちょうどいいかも。本日はホワイトデーでしたね。このような返礼の品をご用意いただき、誠嬉しく思います。ずいぶん精巧なロケットですね。では私の手で大宇宙のロマンを作り上げることといたしましょう。本日はホワイトデーでしたね。このような返礼の品をご用意いただき、誠嬉しく思います。とても良い香りですね。プロデューサーの選んだこの香りを身にまとい、咲き誇ってみせましょう。ホワイトデーですよね。実は期待してました。プロデューサーは義理堅いですから。
英会話？これからは海外進出を視野に入れてってことですか？それなら一緒にやりましょう。ホワイトデーですよね。実は期待してました。プロデューサーは義理がたいですから。あ、これ気になってたんです。ありがとうございます。帰ったら早速使ってみますね。そういえば、今日はホワイトデーでしたね。え、お返しをいただけるんですか？まあ、素敵なティーカップですね。これに注げば、いつもの紅茶がさらに美味しくなっちゃいそうです。そういえば、今日はホワイトデーでしたね。え、お返しをいただけるんですか？まあ、これはまだ私には早いような。でもいつか使う時のために大切にしまっておきますね。ホワイトデーのプレゼント、そんなにハミのことが好きなんて。兄ちゃんも隅におけまるだね。メールもいいけど、たまには手書きもってこと？んじゃ、兄ちゃんがムズムズしちゃうやつ書こうっと。ホワイトデーのプレゼント、そんなにハミのことが好きなんて。兄ちゃんも隅におけまるだね。おお、外はサクサク、中は濃厚な美味しいお菓子の予感。今から大事に食べるね。プレゼント？ほうほう、兄ちゃんのホワイトデー力がどれほどか見せてもらうよ。これって魚の漢字がいっぱい書いてるやつ？うわ、全然読めないよ。プレゼント？ほうほう、兄ちゃんのホワイトデー力がどれほどか見せてもらうよ。これはいい仕事してますな。これなら盆栽もめっちゃ元気に育ちそうだよ。ホワイトデーのプレゼントを用意してくれたの？やったー！さすがプロデューサーさん！
味しそうだぞ。って、え、動物用なの？それじゃあ後で犬みたちと食べるね。ホワイトデーのプレゼントを用意してくれたの？やったー！さすがプロデューサーさん！はあ！ハムスターに猫、犬、豚もいる！かわいすぎて食べるのがもったいないぞ！私に用ですか？あ、もしかして今日って缶もかわいい。髪飾りとか入れるのに使います。プロデューサーさん、センスいいですね。私に用ですか？あ、もしかして今日ってこのチョコ一粒が300円くらいするんですか？プロデューサーさんのお財布大丈夫ですか？プレゼント？そうですね、少しくらいは期待はしてましたけど、意外とおしゃれなチョコですね。全部もらうのも悪い気がしますし、一緒に食べませんか？プレゼント？そうですね、少しくらいは期待はしてましたけど、もしかしてうどんなら何でも喜ぶと思ってませんか？うどんに罪はないのでもらっておきますけど。何の日かプロデューサーさんならちゃんと覚えててくれてるって思ってました。かわいい色のマカロン、食べるのがもったいなくなっちゃう。大丈夫、ちゃんと食べますってば。何の日かプロデューサーさんならちゃんと覚えててくれてるって思ってました。え、お花ですか？そっか、大人のホワイトデーはお菓子とかじゃないんだ。机に飾ります。デーのプレゼントは用意してくれたんですか？なんだか開けるのがもったいない気がしますね。好きな音楽を聴きながらお風呂に入ったらますますリラックスできそうですね。
長湯に気をつけないと。ホワイトデーのプレゼントは用意してくれたんですか？なんだか開けるのがもったいない気がしますね。ありがとうございます。お気遣い嬉しいです。疲れて見えるわけじゃないですよね？私にホワイトデーのプレゼント？やったー、プロデューサー大好きだよ。これ私大好き。ママンの手作りも美味しいけど、プロデューサーの贈り物は特別だよ。私にホワイトデーのプレゼント？やったー、プロデューサー大好きだよ。こんなお菓子があるの？でもいい匂い。ちょっとドキドキするけど食べるのが楽しみだよ。ホワイトデーのプレゼント用意してくれたんですか？うん、嬉しいです。中身は何かな？七色に光る電子レンジ？なんだか料理が楽しくなりそうですね。ありがとうございます。ホワイトデーのプレゼント用意してくれたんですか？うん、嬉しいです。中身は何かな？格闘ゲームにぴったりのコントローラーですね。よーし、これで超必殺技をバンバン決めちゃいますよ。用意してくれたの？実はちょっと期待してたんだ。これでみんなを盛り上げてってこと？オッケー。まずは仕事中のプロデューサーを応援だ。用意してくれたの？実はちょっと期待してたんだ。いいね、マイマイクがあったらカラオケがもっと楽しくなりそう。ねえねえ、これから一緒にどう？ホワイトデーのお返しを祭りのために用意してくれたのです。姫、とっても嬉しいのです。ビューティフォー。これで街を歩けばきっとキラキラ光って素敵なのです。お、これは置物？
イトデーのお返しを祭りのために用意してくれたのです。姫、とっても嬉しいのです。ワンダホー、姫、この靴にぴったりなお洋服を持っているのです。今度お見せするのですよ。プロデューサーさんからホワイトデーの贈り物、なんだかドキドキしちゃいますね。あー、かわいい。革なのにとっても軽いです。でもなんだか大人用のランドセルみたいですね。プロデューサーさんからホワイトデーの贈り物、なんだかドキドキしちゃいますね。いろんな形の動物が入ってるんですね。見てください、このワンちゃん、ジュニオールにそっくりです。限ってプロちゃんとこんなところで会うなんて、偶然？それとも運命？アカネちゃんのためにプリンを手作りしてくれたの？大切に食べたいから冷蔵庫にしまっておこうっと。ってプロちゃんとこんなところで会うなんて、偶然？それとも運命？見て、プロちゃん、こうして眺めてる間にもアカネちゃん人形の髪がどんどん伸びていくよ。でプレゼントもらえるかなってずっとそわそわしてた。放送開けてもいい？あ、アンナと対戦してくれるの？手加減しなくていいの嬉しい。アンナ受けて立ちます。ホワイトデープレゼントもらえるかなってずっとそわそわしてた。放送開けてもいい？あ、これ操作が簡単なんだって。だからみんなで楽しめるシアターでゲーム大会開けるね。プロデューサー、言わなくてもアンダースタンドです。ホワイトデーのプレゼント、サンクスです。飲み物のプレゼント、とってもユニークです。苦いエスプレッソがアーモンドミルクで飲みやすいですね。
プロデューサー、言わなくてもアンダースタンドです。ホワイトデーのプレゼント、サンクスです。プロデューサーのアート、眠らせておくにはもったいないです。とってもマーベラスです。プロデューサーさんには、私が今日一日そわそわしてたことなんてお見通しなんでしょうか。これ、子供の頃からすごく好きな本なんです。原書で読むのは大変そうだけど、頑張ってみます。プロデューサーさんには、私が今日一日そわそわしてたことなんてお見通しなんでしょうか。この日記帳を私の言葉で埋め尽くすことができたら、もう私は私の物語の主人公っていうことですよね。プロデューサー、どうかしましたか？もしかして今日って、そのホワイトデー、覚えていてくれたんですね。クマさんだ、かわいい。大切に食べます。プロデューサー、どうかしましたか？もしかして今日って、そのすごい元気とやる気がみなぎりそうなドリンクですね。これを飲んで、頑張ります。プロデューサーさん、どうしたんですか？いや、撮ってませんよ。何も撮ってませんよ。おお、いきなり、ええホワイトデー、ありがとうございます。プロデューサーさん、どうしたんですか？いや、撮ってませんよ。何も撮ってませんよ。おお、これはアリサが一番欲しいものですよ。うわプロデューサー、どうしたの？レッスンは結構進んでるよ。今から見せよっか。あ、キャプターXだ。栄養あるよね。差し入れありがとう。これ飲んでどんどん練習するからね。どうしたの？レッスンは結構進んでるよ。今から見せよっか。すっごく可愛い。
私に。嬉しい、ありがとうね。プロデューサーさん、何か隠してる？さっきからそわそわしてるよね。怪しいなあ。いい香り。あ、そっか、ホワイトデー覚えててくれたんだね、ありがとう。プロデューサーさん、何か隠してる？さっきからそわそわしてるよね、怪しいなあ。あ、お風呂に浮かべるアヒルさん、かわいい。ちょっと子供っぽいけど嬉しいな、ありがとう。プロデューサーさん、今日はホワイトデーですね。聖母への信仰を示す準備はできていますか？可愛らしいケーキですね。合格です。この調子で尽くしてくださいね、プロデューサーさん。プロデューサーさん、今日はホワイトデーですね。聖母への信仰を示す準備はできていますか？なるほど、私はあなたの器を少々見くびっていたかもしれませんね。素晴らしいお返しですよ。こんにちは、仕掛け人様。本日も良いお日柄ですね。あ、もしかして今日は。これさえあれば家でもお稽古ができますね。仕掛け人様、よろしかったら一服いかがですか？こんにちは、仕掛け人様。本日も良いお日柄ですね。あ、もしかして今日は。わお、なんと素晴らしい。こんなに美しい模様の小物入れ初めて見ました。ありがとうございます。プロデューサーさん、どうしたんですか？なんだかニコニコして。ホワイトデー？あ、いえ、私がもらっていいんですか？その、本当に嬉しくて、ありがとうございます。プロデューサーさん、どうしたんですか？
なんだかニコニコして。ホワイトデー？渡す相手間違えてませんか？まあいいですけど、食品は全部ありがたいですし、いただきますね。ホワイトデーをしっかり覚えてるところ、仕事のできる大人って感じだよな、プロデューサーは。はあ、すっごいイケてるじゃん。こういうの部屋に飾ってみたかったんだよね。ありがとう。ホワイトデーをしっかり覚えてるところ、仕事のできる大人って感じだよな、プロデューサーは。ん？何これ？怪獣？間抜けな顔してるな。え？もしかして私に似てる？プロデューサー、どうしたんだい？なんだか朝からそわそわしてるように見えるんだけども。あれまー、可愛くて元気が出る色だね。ちょうど夏の花を植えようと思ってたんだよ。ありがとうね。プロデューサー、どうしたんだい？なんだか朝からそわそわしてるように見えるんだけども。はぁ、ハイカラなセーターだね。これを着たら私でもちょっとは都会っぽくなるだろうか。ありがとさんです。で今日はホワイトデー？覚えててくれたんですか？うん、嬉しい。ひゃー、嬉しいけどお腹周りが気になるお年頃。でもでもきっと食べちゃう。ホワイトデー、実は期待してました。まあ覚えててくれてただけで嬉しいけどな。イカスやん。あんな、実は私ロコのヘッドホン見てかっこいいなって思ってたんです。わかってた？
イトデー。実は期待してました。まあ覚えててくれてただけで嬉しいけどな。でっか、これなんか大阪を思い出します。いいなこれ。ありがとうございます。プロデューサーからの贈り物。今日が何の日か覚えてらしたんですのね。まあ素敵、私似合うかしら。これにふさわしいゴージャスなアイドルを目指しますわよ。プロデューサーからの贈り物。今日が何の日か覚えてらしたんですのね。一目見てわかるこのオーラ、これは本当に素晴らしい一品ですわ。ありがとうございます。日も抜かりないってことね。さすがプロデューサー、大人だわ。かなり可愛いデザインだけど似合うかしら。プロデューサー、その満面の笑みは何？日も抜かりないってことね。さすがプロデューサー、大人だわ。あら、いいわねこれ。大人になると肩が凝るのよね。早速使わせてもらうわ。ありがとう。もしかしてプロデューサーさん、今日がホワイトデーだって覚えててくれたんですか？
しかしてプロデューサーさん、今日がホワイトデーだって覚えててくれたんですか。素敵な鏡、見るたびに気持ちが上がりそうです。ありがとうございますプロデューサーさん。プロデューサーさん、どうしたんですか。今日はホワイトデー。おー、そうでしたか。なんと、ホットサンドにお花の焼き目がつくとは、可愛らしいですな。作るのが楽しみですよ。プロデューサーさん、どうしたんですか。今日はホワイトデー。おー、そうでしたか。ではプロデューサーさんに手紙を書きます。エアメールを受け取った気持ちで読んでくださいね。プロデューサー、どうかした。あー、さてはお腹減ってるな。あ、違うの。そっか、ホワイトデー、ありがとう、こんな可愛いのくれて。覚えててくれただけでも嬉しいのに。プロデューサー、どうかした。あー、さてはお腹減ってるな。あ、違うの。これ、あの店の限定の。こんなレアものどうやって手に入れたの。ねえねえ、早速焼肉しようよ。プロデューサー、お疲れ様です。その箱、もしかして今日は、あ、タキタキ、なんと本格的な。これを使えばより手品を楽しんでもらえそうです。はい、腕を磨くぞ。みずき、プロデューサー、お疲れ様です。その箱、もしかして今日は、あ、たきホワイトデーの贈り物に白い帽子、可愛くてとても温かいです。ありがとうございます。ラブ。プロデューサーさん、今日はそのすがすがしいお天気で。あ、ホワイトって
空気を出すための銃の方法。これです。私に足りないところはこの本を読めばきっと。プロデューサーさん、今日はそのすがすがしいお天気で。え？ホワイトって？あ、そんな、私なんかにこんな素敵なものは、いいんですか？ありがとうございます。プロデューサー君、今日ってホワイトデーよね。やっぱり覚えててくれたんだ。ちょ、指輪ってそんな。あ、ピンキーリングか。もうドキッとさせないでよ。させてもいいけど。プロデューサー君、今日ってホワイトデーよね。やっぱり覚えててくれたんだ。ああ、これ試したかったのよね。こんなにピンポイントで私の欲しいものわかるなんて、すごすぎない？プロデューサー、元気？なんか今日やけに忙しそうだけど。あ、ホワイトデーだから？おお、かっこいい！好きだぜ、こういうデザイン。ありがとな、プロデューサー。プロデューサー、元気？なんか今日やけに忙しそうだけど。あ、ホワイトデーだから？うわ、これ俺がもらっちゃっていいの？触るの緊張する。でもなんかすっげー嬉しいぜ。プロデューサーさん、ホワイトデーですね。ちゃんと覚えてるなんてナイス普通です。これは買おう買おうと思いつつなぜか手が出ない。でも役に立つものナンバーワンのあれですね。嬉しいです。プロデューサーさん、ホワイトデーですね。ちゃんと覚えてるなんてナイス普通です。あー素敵。ありがとうございます。早速これで遊びましょう、プロデューサーさん。プロデューサーさん、
ホワイトデーですね。ちゃんと覚えてるなんてナイス普通です。これは買おう買おうと思いつつなぜか手が出ない。でも役に立つものナンバーワンのあれですね。嬉しいです。今日はホワイトデーだよね。ちゃんと覚えてたんだ。お兄ちゃんにしては上出来だね。え、飴がこんなにたくさん。かわいい。これ本当に桃子がもらっていいの？今日はホワイトデーだよね。ちゃんと覚えてたんだ。お兄ちゃんにしては上出来だね。何これ、ふざけてるの？ホワイトデーだよ。まったくもう。でも食べ物に罪はないからね。今日のあんたは随分忙しそうに見えるよ。ホワイトデーって大変なんだな。マジか、センスいいなプロデューサー。私に似合うと思った？そっか、ありがとな。今日のあんたは随分忙しそうに見えるよ。ホワイトデーって大変なんだな。なんだ？なんか脳が追いつかないんだけど。まあ、あんたなりの誠意の表し方なんだよな。で、ですか。忙しいあなたがわざわざ用意してくださったのですから頂戴します。アイアと。え、こんな素晴らしいものなぜあなたが。何か裏があるんでしょう、きっと。ホワイトデーですか。忙しいあなたがわざわざ用意してくださったのですから頂戴します。アイアと。未熟な私にこの上なく適切な品だと思います。お守りは人からもらうと効果が大きいそうですし。ホワイトデー覚えていてくださったんですか。その気持ちとっても嬉しいです。かわいい。プロデューサーさん、私この子のこと一生大切にしてみせます。ホワイトデー
覚えていてくださったんですか？その気持ち、とっても嬉しいです。まあ、とってもおしゃれ。この季節は喉を痛めることが多いので助かります。ありがとうございます。あ、プロデューサーさん、今日もお邪魔しています。え、私に渡したいものですか？あの、私がいたのはオーストリアなので懐かしくは。でもせっかくなので読ませてもらいますね。あ、プロデューサーさん、今日もお邪魔しています。私に渡したいものですか？かわいい。昔バレエを習っていた時のことを思い出します。久しぶりにやってみようかな。ホワイトデー？気を使わせてしまって悪いね。でも何がもらえるか楽しみだよ。ありがとう。君やっぱりいいセンスしてるね。今度のワールドツアーでつけてみようかな。ホワイトデー？気を使わせてしまって悪いね。でも何がもらえるか楽しみだよ。街でファンに見つからないようにってこと？かえって目立たないかな。でもまあ試してみるよ。